今回俺らがボスバトルで出たな。うらららららら。恐れに足らん。ほら、白ひげだ。って言いたいところだが、今回ばかりは恐れるもの大ありや。ボスバトルになると必ず嫌というほどスキル連発するやつが増えるんだよな。例えば今回紹介するやつはこいつだ。微増だ。あの戦争以来だな。こいつはクリティカルが発生してスキル短縮するメダルを持っていればスキルを連発できるぞ。食らいやがれ。そしてこの近距離で撃つスキルね、もうこれだけは本当にひとたまりもない。そして次に紹介するやつはこいつだ。若ドビーだ。こいつはシールド張りながら通常攻撃でちょこちょこ攻撃する。とてもいやらしいやつだ。スキル2を短縮させるメダルをつけると無限でシールドしてくるぞ。こいつの動き若ドビーというよりかはヤリラフィーだな。他にもいっぱいいるけど、まあ正直どいつもこいつも嫌だぜ。帰ろうぜニューゲート。今日はちょっと待った。俺の存在を忘れてないか。お前は暴君クマ。ボスバトルといえば俺だろ。が、あ、あ、お前みたいなやつに何ができる。ただ肉球飛ばすだけだろ。が、あ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 、調子こいたやつだ。お、なんならそのぬいぐるみ履いてけ。お前のクマのぬいぐるみ置いてけ。グララ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 ラ。いつからだろう、自分を制御していたのは。グラララララララグラ。あのちょっとこれなんか既視感あるんだけど、ね、やめよう今すぐ。俺たちも加勢するぞ。もういいよ。ああもうまた始まったよ。増やすな増やすな増やすな。もういいって。どんだけ増えんねんお前ら。どういう原理ですか。これが家族の力か。ワンフォーオール100万%。ウルス3ショック。ガー。余裕だったな。クマさん、これ今回は連続で吹っ飛ばしスキル回復するの対策されてるらしいっすよ。え